はい、どうもこんにちは。はい。はい、どうもこんにちは。井上サンタです。今日もニコタマタマちゃんに来ております。さあ、早速恵比寿の方に向かってみたいと思います。どうもこんにちは、漫画家の井上サンタです。今回もですね、見てきた映画を一本レビューしていきたいと思います。今回取り上げる映画は性欲です。正しい欲と書いて性欲。原作小説がですね、浅井亮さんという人が書かれてるんですけども、今回はですね、この映画も見ましたし、原作小説も読んだんで、かなりね、力入っちゃったんですよね、レビューするのに。で、いろいろと考えてるうちに何日も経ってしまって、どうしようどうしようと思ってるうちに録音をなんかしそびれちゃったんで、もういいや、ちょっと見切り発車で喋ってみようっていうのが今でございます。で、この性欲って映画はちょっとね、映画館に行きそびれちゃったんですよね。見たいなと思ってたんですけど、で、そうしたら最近、今2024年の3月の20日なんですけど、 Amazon プライムかな、 Amazon プライムと Netflix で見れるようになりましたんで、かなりの人が最近映画館に行けなかった人も含めて見てると思うんですよね。 Netflix のランキングでも2位とかそれぐらいになってたかな、先週か今週で。 Unext はね、ちょっとお金がかかるんですけども見れますっていうことで、ということで、まあ Amazon プライムの会員になってたりだとか、Netflix に入ってる人は見れるっていう映画なんで、かなりトライがしやすい映画だと思うんですけども、で、この浅井亮さんっていう人は、僕ね、何者っていう映画が結構好きなんですよね。で、これ、就活生たちの日常を描いた映画なんですけど、やっぱりその、就職する時の就活っていったものに、こう、フォーカスを当てた小説とか物語とか、あんまり今までなかったんじゃないかなと思って、かくいう私も、就活ってものは、実は体験したことないんですね。漫画家になっちゃったんで。で、ああそうか、就活っていうのはこんな風に行われているのかっていうのが結構生々しくわかるんですけども、佐藤健さん、有村架純さん、二階堂ふみさん、菅田将暉さんなんか3つけていっちゃった、全員つけないとおかしくなっちゃったんですけど、岡田将生さん、この前ゴールドボーイ見に来ましたけどね。で、山田孝之さんとかね、もうオールスターヤングキャストで何者って映画を、三浦大輔監督、愛の渦とかもね、なかなかに興味深い生々しい映画なんですけども、なんかこの浅井亮さんっていうのは、人間の二面性、まあ表の面と、まあ裏の面っていうのを、ちょっと意地悪に描くのが上手な方なんですよね。で、今回の性欲をレビューするために、霧島部活やめるってよっていう浅井亮さんのデビュー作が、これまた2012年に吉田大八監督で映画化されてるんですよね。で、吉田大八監督っていうと、髪の月とか、羊の木とかね、面白い映画が多いんですよね。あと、騙し絵の牙っていうのも最近あったんですけど、これも出版界の出来事を、細かく言えないですけど、描いていて、一癖も二癖もある映画監督たちが、結構この浅井亮さんの作品を映像化してるんですよね。で、今回取り上げる性欲の映画化は、岸義行監督がメガホンを取られているんですけど、岸監督は、ああ、荒野とか、前科者っていう映画を取られているんですけど、ここら辺は僕未見なんでね、これからちょっと興味が出てきたんで、岸義行監督の過去作をちょっとチェックしてみたいなんて思ってるんですけども。で、原作を読んだんでね、何点か映画と原作が違う点があるんで、そんな話も今回していきたいと思ってるんですけども、まあ、ちょっと、いわゆるネタバレ動画になりますんで、センシティブな方はそこら辺をご理解くださいってことでですね。で、そうですね、一番ね、原作にあっ、違うわ、映画にあって原作なかったシーンはエンディングなんですよね。細かいストーリーの解説は今回いたしません。もういっぱい動画が上がってるんで、まあ映画館から公開されてからかなりの時間が経ってるんで、何本かこういった性欲っていう映画に対するレビューをご覧になった皆様はですね、もうストーリー知ってるよって方もいらっしゃるかと思うんですけども、で、この映画でダブルガッキーですよね、アラガッキーさんが夏希っていう女の子で、この子生きづらさを抱えて生きてるんですよね。で、磯村勇斗さんが演じる吉道っていうものかな、この吉道っていう名前もこの性欲っていうテーマに近いっていうかね、良き道みたいな感じでね、ちょっと皮肉も入ってるネーミングだと思うんですけど、まあ最近テレビでやってる不適切にも程があるっていうドラマのムッチー先輩を演じてるのが磯村勇斗さんなんですけど、サウナの大ブーム引き起こしたあの茶道でもね、磯村勇斗さんは出ていたんですけども、この磯村勇斗さんが吉道さんっていう役で、
これがね、要するにね、お水を見ると性的に興奮するっていう方なんですよ。で、これがね、この原作小説で浅井亮さんが作ったオリジナルの性癖なのか、この世にそういった方が存在するのかが僕ちょっと興味あるんですよね。っていうのは、例えば車の鉄に興奮して車と性交したいなんていう映画も今まであったんで、まあいろんなそのゴムであるだとか、まあいっぱいそのいわゆるマイノリティって言われるような性欲って存在するんで、この映画は多い性欲と少ない性欲、マジョリティバーサスマイノリティ、どっちが正しいんだろうねっていうのがテーマだったりするんですけども、この、新垣結衣の夏希さんと磯村勇斗さんは同じそのお水が好きっていうところで、なんていうかな、偽装結婚っていうのかな、二人で、まあ、世間の目をね、もう結婚まだしないのかとかって言われるのもうざいんでね、要するにあれがないんですよね、その異性に対して性的に興奮するっていう装置がないんですよね。アセクシャルっていうのかな、そういうの、まあ、そういった方がいらっしゃって、要するに一つ屋根の下に男女が住んでいてもムラムラして性的な興奮を覚えないんだけども、同じお水を見て、でそのお水が例えば人の服にかかってちょっとなんていうかな、下着とか肌着とか乳首が透けるのが好きだっていう人もいるし、このね、磯村勇斗さんたちは公園とかで水を出しっぱなしにして指でその水をの根っこをねじ曲げてピャーって飛び散る様とかに興奮して、で最終的にオナニーするんで、本当に性的に興奮してるんだなと思うんですけども、僕がねなんか原作小説と映画を見ていてちょっと疑問だったのは、例えば幼児に対して性的な興奮を覚える人っていうのは、なんていうかな、この世で違法なことを犯さないと自分の欲求を満たせないじゃないですか。で、それが性加害なんて言われてしまうわけであって、決して良くないこととされてるんだけども、公園でお水を出しっぱなしにしてそれを指でねじ曲げて虹ができたりだとか水の破片が空中に飛び散るのに興奮するんであれば、この劇中でもね iPhone とかで撮ってるんですね、彼らは。だからそれをなんか人の YouTube とかにリクエスト出さなくても自分たちで動画撮ればいいんじゃないかなって最初から思ってたんですけど、っていうのは例えば幼児が水遊びをしてる姿に興奮するわけでもないんですよね。でいろんなこと言いたいんですけども、この新垣結衣と相対するのがですね、検察官が出てくるんですよ。寺井検事っていう検事官が出てくるんですけど、これを元 SMAP の稲垣結衣さんがですね演じてるんですけども、この映画の中で後半検事をやっている稲垣結衣と新垣結衣がばったり接点がない2人が街中で会うシーンがあるんですよ。ちょっとコロッケをぶつけられた新垣結衣がですね、悪ガキにぶつけられた新垣結衣が買ったばっかりのコロッケをこぼしちゃって、カニクリームコロッケだったっけな、それを稲垣結衣さんが助けてくれるシーンがあるんですよね。でその時に、まあ、初めましてっていうのがあって、なんか立ち話になった時に実は奥さんが家を出てっちゃったんですよねってことを稲垣結衣さんが言って、これがね最後のシーンに生かされるセリフになるんですよね。で最後の最後で奥さんは戻ってきましたかっていうセリフを新垣結衣さんが言うんですけど、これがねうまい脚本なんですよね、うまい脚色なんですよね。で、まあ、原作小説は500ページ以上あるんですけども、それを何分だろうね、1時間40分なのか2時間の映画なのかちょっと忘れましたけど、うまくまとめてるんですよね。でもちろん原作小説を読むと、あ、なるほど、ここら辺は映画では端折られているけども、こういうことを登場人物は考えていたのかっていうところもあるし、で実は原作小説に今話したカニクリームコロッケをこぼしちゃってダブルガッキーが街中で出会うシーンもないんですよね。そして一番最後の検察官とアラガッキーが会うシーンはあるんですけども、奥様は戻ってきましたかっていうセリフは原作小説にないんですよね。あとね、すごいね、原作小説だと太った女の子が出てくるんですよ。神戸八重子っていう女子大生なんですけど、八景島の方にある大学、まあ多分架空の大学だと思うんですけど、そこでねダイバーフェスっていう名前に学祭を変えて立案したりとかして張り切ってる女の子がいて、この子もね自分なりに闇を抱えていて、男性に性的に見られるのがすごく苦手なんだけども、ダイヤ君っていう男の子に目があった時だけなぜか私平気だと、あれダイヤ君のことが好きなのかなみたいなのがあったりするんですけど、原作小説だとこの子太ってるんですよね。で映画の方だと太ってない女の子が出てくるんで、このルッキズムって問題もこの性欲っていう小説の中で結構大事だったりするファクターだと思うんですけども、なんで太った女性じゃないのかなみたいなことはちょっと映画見ながら思いました。あとね、新垣結衣がですね、このムッチー先輩のことをややこしいか、磯村勇斗さんのことをちょっと
まあ、恋愛的には好きになってないんだけども気持ちが傾いた時に回転寿司屋さんに行くんですよね、一人で、あのアラガッキーが。その時に他の女性と磯村隼人が来ているのを目撃してしまってストーキングするんですよね。それで磯村隼人さんの家に夜中窓ガラスに何で鉢植えを窓に向かって投げるシーンがあるんですけど、これが映画ではあるんですけど原作にはないんですよね。かなりそのアクションのあるシーンなんですけど小説の方になかったりするんですよね。で長々と喋ってきましたけども、このね小説も映画もね、なんかね途中まではねすごくタイプじゃなんていうかな、すごい僕のフレーバーどんずばの映画ではないなと思いながら読んでたり見てたりしたんですけど、見終わった後に結構お土産をもらったっていうか、その今ねやっぱり SNS が日常の中に入ってきてですね、で X だとかを見てる人も多いと思うんですけど、あの何者って映画も、まあ、その Twitter の登場した時の背景2012年あたりってそういった時代だと思うんですけど、非常にやっぱりこの浅井亮さんという人はツイッターとかそういったものに興味があるのか、まあ、人間の大衆性っていうのかな、そういう大衆の中でいかにマイノリティにならずにマジョリティのふりをしながら生きていくのが実は楽なんじゃないかと、会社だとかそういう集団の中ではっていうテーマが、まあ、大学であったりだとか高校の霧島であったりだとか社会に出てからの性欲であったりだとか、あの性欲の中で、あの稲垣吾郎さんたちが住んでる町の駅が出てくるんですけど、この駅の形が面白い屋根してるなと思ってGoogle で検索してみたら実在の駅なんですね、これ神奈川県の方にある。そういうのもねたまに調べたりするの好きなんですけども、で何が言いたいかっていうと、ちょっとテーマに戻ると、あの SNS でやっぱりね正論を気持ちよさそうに言う人っているんですよね。で決して悪いことではないと思うんですけども、何か違和感が残るんですよね。で僕自身も、うん、別に正しいことを言う人っていうのは全然悪くないじゃないかとは思うんだけども、例えば何したらいいのかな、小児性愛、子供に性的な欲望を子供にしか欲望を覚えないような人がいますよね。でそういった人が自分はアブノーマルと分かっていながらもどうしてもよからぬことに手を染めてしまうと。でこれ例えば自分が異性の人間に性欲を覚えるっていうのがノーマルだとしたら、なんていうかな、自分が性的な欲求を催した時に起こすアクションっていうのはこれノーマルなアクションなので犯罪ではございませんと。で人に後ろ指を刺されるようなことではございませんってことになって、それでいいじゃねえかってことになってんだけど、もしも自分が生まれつきちょっとマイノリティな性欲の持ち主だったらこれ生きづらいですよね。だから例えば、まあ、ちょっと今言葉を選びながら喋ってるんですけど、例えば汚いものが好きな人、例えばお尻の穴をどうのこうのするのが好きな人がいたとしたりだとか、入れたい人がいたりだとかすると、変態だねとか、アブノーマルだねとかっていう話になると思うんですけども、正直に言うとその人はそのことがしたいっていうことであって、正しいっていうのは一体何だろうねっていうことを、まあ常になんか例えばイオンシネマズで車椅子の方がですね、ちょっともういろんな係の人も少ないんで、毎回毎回あなたをその車椅子からそのグランドシアターのその椅子に座らせることができないんで、もうちょっと来ないでくださいますかってことを言われてすごいショックを受けた車椅子インフルエンサーの方が X で発信して賛否両論を巻き起こした時にですね、世間っていうのは賛否が分かれるわけなんですね。そうだそうだっていう人と、いやお前がおかしいっていう人と分かれるわけで、常に自分の意見っていうものを求められて、どっちの側かな俺はってことを考えたりするっていうことを、この性欲って映画がなんていうかな、改めて考えさせてくれたっていうか、ということでね、なんかね、面白かったですね。やっぱりなんだろうな、人間って何なんだろうなっていう、結局いろんなことを考えてね。で例えばまあいいやまあそんないろんなことを考える映画でございました。ということで、あなたのハートに何が残りましたでしょうか。ちょっとねいろんなこと言おうとしすぎてね、例えばこの、映画の出だしって、このムッチー先輩がですね、街を歩いているといろんな広告が目に飛び込んでくると。で全ての広告っていうのは、明日死にたく死んでもいいと思ってる人じゃなくて、明日も当然のように生きているだろうっていう人向けに作られた広告ばっかりだっていう、まあ、セリフが象徴的に出てくるんですけど、
これって僕が見た時に昔あったファイトクラブって映画でタイラー・ダーデンっていう人が街の広告っていうのはそのカルバン・クラインであったりだとかアイケアであったりだとか全てその資本主義のなんていうかな、なんていうんでしたっけそれ、今素敵なカタカナが出てこないんですけど、まあ要するにあれですよね、購買意欲をかきたてるために広告っていうのは世の中に溢れていて我々はそれのビクティムだっていうようなことを確かタイラー・ダーデンは言ってたと思うんですけども、なんかね宇多田ヒカルさんがどこかで喋ったことが切り抜きされていてツイッターかなんか載ってたのをたまたまそこの部分だけ見たんですけど、ちょっとね半分しかその宇多田さんが言ってる意味が分かんなかったんですけど、みんなねいろんな広告を見て、ああこの商品買いたいなーとか、これを買えば私の生活は満たされるだろうなーと思って生きてるけども、全てのものが手に入らないと。で実は手に入らなかった欲しくて手に入らなかったものが実は重要なんじゃないのってことを宇多田さんが、まあ、そのようなことをおっしゃっていて、ん？これは深いのかもしれないけど、その先に宇多田さんは何を言おうとしてるのかなみたいな。結局あれも買いたいこれも買いたいって思いながら生きてるんですよね私も実は。でこれを買えば、なんていうかな、明日の方が彩り鮮やかな明日になるかな、手に入らねえかなと思ってんだけど、実はお風呂に入りながらあのカメラ欲しいなとかあのレンズ欲しいなと思ってる時が幸せなのかもしれないなって思う時もあるんですよね。ということで性欲から始まって宇多田ヒカルさんの名言でなぜか着地して、ちょっとピントのボケたレビューになってしまったんですけども、よかったらネットフリックスとかで性欲気になったらご覧になってみてください。よかったらチャンネル登録まだの方はしていただけると嬉しいです。そしていいねなんかもねいただけると、僕の性欲が満たされます。じゃあまた次回です。バイビー。 ABC やー。